日本人は貧乏になりましたよね。なりましたよね。すごい貧乏になったと思う。特にコロナで物流とかそういったものが今すごい滞っていて、さらに貧乏になりそうな予感ですね。やっぱお金の使い方が違いますね。特に中国人とかもう何なんだろう。本当だから私も中国マネーを求めて、あの中国版いくつも出してますけどもう日本の市場は頭打ち。日本も下がってるし、そういうマインドだよね。デフレマインドというか、うん、値段を上げられないマインドみたいなのがありますね。